それでは、コロナ禍も一段落というほどでもないんだけれども、まあ、収まりつつあるということになってますので、そういうことにして、再びオフ会を、開催する運びとなりました。で、例によって、ご出席の皆様には、事前に、講演、原稿案をお送りしてありますけれども、今度はどうもその、なんかその全部届いてないようで、そのあまりに長すぎたようで、ですから読んで、全部読んでいらっしゃらない方も多いというか、大部分読んでいらっしゃらなかったんじゃないかと思います。で、で今回そのいつものことながら、最初に皆さんに、配布した原稿案から、またその先ほどそのディスカッションに載せる形で、一般の読者の方々にも配布したものとの間には若干の、私が手を加えたことによるその差が違いがあります。いつもでしたらその、大した変化はありません、手にお葉二軒生えた手ですって申し上げるんですけども、まあ、今回は若干それよりは、たくさん、手直しをしたかなという感じですので、あとでお時間があればなかなかないと思いますけれども、ディスカッションに配布した方をご一読いただければありがたいと思います。で、最初にその原稿案をご覧の時に気づかれたと思いますけれども、いつもだったらデスマス帳なんですけども、今回はデュアル帳になっています。どうしてそういうことになったかと言いますと、もともとはその今からお話しするようなその話を今回するつもりはさらさらありませんで、淡々とですね、その要するに日本の通史を話し順次話していくということで、今度は平安時代あたりをカバーしてですね、それでその、その年代順にですね、いろんな出来事はこれは実はこういう背景のもとでとかいう、そういうお話をするつもりだったんですけども、でそのための材料集めも、始めたところではあったんですけれども、ある日突然ですね、官位、その冠の位の方の官位ですね、官位のことが気になりだしたんですよ。で、官位もその、まあ、聖徳太子が、まあ、定めたってことになってますからね、ですから、まあ、聖徳太子のご縁で、官位ということも、またその、目にする機会があってですね、その時に一体これは何だったんだろうっていうふうに考えて、ひょっとしてそれはこれも軍事絡みじゃないかっていう気がしたんですね。ですから、でそれを少し調べてみると、女性にその冠の方の官位を与えたかどうかが定かじゃないっていうわけです。定かじゃないということは、要はその要するにその男性の方にですね、官位を与えたってことは明らかになっているわけですから、ということはその女性に与えなかったっていうふうに考えていいと思うんですけどね。でやっぱりこの、軍事絡みだなっていう思いを、ね、深くしまして、それで、さらにその、調べてみて、それがかなり確信に変わったんですけども、まあその、なんでそんな話をしたかといいますと、実はですね、その時点ではその冠の官位の話は囲み記事で取り上げるつもりだったんですね。で囲み記事では、ご記憶かと思いますけれども、 そこだけは出ある帳で従来書いていましたので、冠の官位の部分を出ある帳で、かなり書いちゃったんですよね。でそうこうしているうちに、今度はその、せっかくっていうか、どうせ、聖徳太子の
聖徳太子、私の言ってる聖徳太子コンセンサスの中身をその再び訪れるということであれば、その軍事の方だけじゃなくてですね、仏教の方もカバーした方がいいんじゃないかというふうに思い至りまして、今度はではそのですね、その聖徳太子ゆかりの、あるいは聖徳太子が創建したお寺がいくつかありますけれども、そういうそのお寺がどんなお寺であるかということを通じて、聖徳太子コンセンサスにおける仏教というものが、要するに聖徳太子がどういうその仏教をイメージしていたのかということが分かるのではないかっていうふうに考えて、じゃあそれも書こうということになったんですけども、もうその時点でですね、その、もうその冠の官位について書いちゃった文章をである帳に直すのは面倒くさくてですね、じゃあもうその今回は全部である帳で行くべということで、である帳に統一されたわけですということです。それで、なんかくだらない話ばっかりしてるな。それで、そういうことで行ったり来たりしてるうちにですね、今度はその、太子信仰っていう言葉に出会ったわけです。でこれは大変恥ずかしいんですけど、私今までその太子信仰っていうのは全く知りませんでしたね。でそれも気になって調べ始めたらですね、お前は日本人かというふうに反省するぐらいの話であって、なんでそんなことも知らないのかって、それぐらいその、ありふれた、どこにでもある、どこにでもあるっていうのは、その信仰そのものはその観念上の話ですから、どこにでもないってことはないんだけども、そうじゃなくて、その大信仰をもとにできたものが尊重そこらいっぱい転がってるわけですけど、今までなんで気がつかなかったのかねっていう、そういう話であります。で、その時に思ったのは、私がその聖徳太子コンセンサスっていうのはまあでっちゃえたわけですけれども、なんでそれに近いような話を今まで誰もしてないんだと。だってその私と違って、大信仰っていうのは、日本史をかじった人、日本史の学者を志した人ならなおさらですけども、知らない人はまずいないはずです。でいないのであればですね、その太子信仰というものは、そのいかにその、日本史を通じて伏流水のように流れてるかということが分かるはずなので、そうすると それを私のよく使う言葉ですけども、補助線として日本史をその見直してみる、あるいは書いてみるっていう、そういうその試みした人が今までいないっていうのは非常にその不思議になってきました。でと同時に、その聖徳太子コンセンサスっていうのをでっち上げたのは、その間違ってなかったなというふうに改めてその時感じた次第です。でそのうちに今度は日蓮なんですよね。というか、そのそういうそのことをあでもないこうでもないっていうふうにその、考えてる時に、自分自身がその日蓮問題っていうのを抱えてるっていうことに気がついたんですね。っていうのはどういうことかっていうと、もう随分前にその島津斉彬コンセンサスの話をでっち上げた時にですね、その島津斉彬が日蓮召集の信者になったと。で、天璋院敦子さんまでその誘っちゃって、その法華経信者にしちゃったわけですけれども、その時に、まあその今どうなってるか知らないけれども、斉彬のウィキペディアなんかだってですね、その彼が日蓮宗信者になったことを、
非常にだからそのなんていうかなその、この まともに取り入れてないわけですよ。そのなんか知らないけど要するにそのなんか、とのご乱心みたいな感じでとまでは言わないけどそういう感じなんですよね。で、だけどその私はさすがにそんなことはないと思って一応その時も内野球の弁護はしたつもりなんですけども、しかし実のところ私自身もですねその引っかかっている部分がかなりあったんですよ。というのは他方でその創価学会の人とは、まあ、大学時代もその知ってる人いましたし、それから私の中学時代の非常に親しくしてた、この友達がいるんですけども、彼もっていうかその時は中学時代は意識しなかったっていうか、その時入ってたのか入ってなかったのかも定かに覚えてないんだけど、とにかくその後創価学会の創価学会だとやっぱり会員っていうんだっけなになったことは間違いなくて、まあ一家で創価学会なんで、もともとだからその私と出会った時からすでに創価学会員だった可能性が高いな。でその後その私が落選してから彼が参議院議員になって、今はどうなってるのか知らないんだけれども、でその頃に一度なんか突然電話をもらったようなこともあるんだけども、全然その脱線ばかりしてて恐縮ですけれども、それでだから別にその創価学会にその悪い印象を持っているというほどでもないんだけども、なんとなくそのなんとなく軽視で遠ざける部分があってですね。でその近所の前に住んでたところの近所のに創価学会の会員がの一家がいて、前を通るとしょっちゅうそこ題目が聞こえてきてですね、それで、会費集めに行くところで、これはやっぱり厳密に言うとそのちょっと問題があったんでしょうけれども、そこの町会ではですね神社の奉賀金を一緒にその集めることになってまして、でそのうちだとその払ってくれないわけです。で、でその、なんとなく、その割り切れないような印象を持っていましたし、それからその、創価学会公明党が自民党と癒着をして、どうもその要するにその私はだからその、それ当時はまだ、その独立の気持ちで、が大変あったので、だからそれをその、独立する気がない自民党をその、自民党 の, その助けている公明党創価学会は非常にその私にとっては、好ましくない存在でもあったわけだし、なんだかんだとその必ずしもいい印象を持ってなかったということがあるので、それとその、島津斉彬が信徒になった、で しかも日蓮宗だから日蓮召集ですからね。で創価学会は日蓮召集からまあ分かれて出たみたいなものですから、そこがまあ割り切れない。でもう一つそのもっと根本的に割り切れなかったのはですね、その私はその宮沢賢治 の, その童話と鉄腕アトムでもって、人格形成が流れたぐらいの感じで、非常にその宮沢賢治の、作品については愛着を持っていてですね、でその宮沢賢治がしかしその、日蓮宗に日蓮宗の信徒ではないんですけども、事実上日蓮宗に軽視してたわけで、国中会ですかねの会員になっていたということもまたその必ずしも割り切れない部分気持ちを抱えていたわけです。で、そのいやそろそろその割り切らないものはちゃんとその割り切れるようにしなきゃいけないということで、
この今度はその日蓮にも取り掛かったんですね。でその結果今回のそのなんて言いますかね、その話す内容がしっちゃかめっちゃかになってしまったというか、全部その関係はしてるって言えば関係はしてるっていうか、大終わりの関係の間柄ではあるんだけれども、非常にその、まとめるのは難しくなってしまった。だからその、なんか、まあ、結果的に三部編成になっちゃったのもそういうことですよね。でしかもその三部がそれぞれかなりその重複部分があると。で、まあ、できるだけ重複しないようには心がけたんだけども、その結果その一つ一つのパートだけ読んだだけでは完結しないということで、結局全部読めなきゃいけないんだけれども全部読むのは大変だという、そういうそのご迷惑をかけることになってしまったというわけです。でその、ここまで話しちゃうとなんかもうその、本体の、お話の部分がなくてもいいような話になっちゃうんだけども、その総括的な感想なんですけどね、それはその、その過程でもう一つの気分になってきたのはその島津家薩摩藩の特異性ですよね。でそのなんていうかその、だからそのこともその含めて一括りにして、感想を言うとですね、皆さんご存知の聖徳太子コンセンサス桓武天皇構想というのは一つあって、それからその、時間的にはもうその前にそのご披露した話ですけれども、島津斉彬コンセンサス新山構想というのはもう一つあるわけですよね。で、この2つこの2つがまたその関連しているわけですけれども、この2つをその、大きなその補助線として日本史を眺めるというのが、この私の、現在の、日本史に対する考え方ですけども、今回それに加えてですね、これほどその大きな補助線じゃないけども小さな補助線として一つは自然史、それからもう一つはその島津家薩摩藩ですねがあるなという、そういうその印象を受けて、今回のまあその、かなりのやっつけ作業なんだけれども、やっつけ作業を終えたということであります。でこれだけだとその短すぎるので、なんとかその、本体部分で喋ることを探さなきゃいけないんだけれども、何を喋るかっていうことでちょっと今申し上げたことの原稿は、今日皆さんには有料読者の皆さんにお配りする、オフ会主体に乗っけてあるというか乗っけるつもりですので、そちらをまたご覧いただきたいと思います。でそれで今日の方に戻るのでちょっと時間をはい、言い忘れたけども、その中央増えてましてやたら増えてるんじゃなくて3つ増えたもんだから、まあ、比較的最初の方のところで3つ増やしたので、全体的には常にその今までの、中の番号に3を加えていただければ新しい中に、中の番号になるというそういう感情です。で、何をしゃべるか何しゃべるか、
気がついたところ雑談的にいきますかね。そのいや例えばこの 表で、多分これに近いようなその系図はいろんなところに載ってはいると思うんですけどね、でもまあそのさ探すより自分で作ろうと思って作ってみたんだけど、改めて思うのは、とにかくものすごい近親相関の世界だということですよね。その、この聖徳太子の頃の日本の、この皇室というか 天皇系だけじゃなくて当時の豪族って、ね、みんなこんな感じだったんじゃないかと思いますけどね。で、しかしまあこういうのを丁寧に見ていくとその推古天皇とそれからその聖徳太子っていうのはそれは、むちゃくちゃにその、深い関係、間柄であったということが、分かってきます。それからその冠の官位の方なんですけども、これはそれもっとさあとか先にこの武士の活用が出てきた。じゃあこれでいくとですね、そうすでにこの前のオフ会の時かなんかにも話題が出たと思いますけれども、その最初にその聖徳太子コンセンサス桓武天皇構想が試されたのがその、軍事の面ですけどね、試されたのが土井の入港の時だったわけです。この時にこの時はその現行の時と違ってですね、文字通りその不意調を食らったわけです。不意調を食らうのは相手の海賊みたいな、連中でしたから、そんなもの事前に言うその予兆なんかあるわけないんですけどね、それがその3000人も一挙にこう押し寄せてきたっていうその大変な出来事が起こった時に、この結果的にはそのかなり見事にこの対応してその、撃退をしてるんです。で、なんでそれがうまくいったのかと考えると、やっぱりその、その大きくは、聖徳太子コンセンサス桓武天皇構想に基づいて、日本の社会が封建制化していくとともに武士っていうのが育ってきたと。でそれが十分その、外からの脅威に対しても対処できるところまで育っていたということがこれで分かるんですけども、それと同時にその冠の官位制っていうのがここでもその機能したんじゃないかということがその推測できるわけです。というのはその日本がその統一国家になった時点での軍政っていうのが日本だったっていう話をこの前してましたけども、そのどっちもガタガタになっていましたと。でそういうその状況のままこれはその正代しかなかったからですけども、白村の上の戦いで小天板にやられちゃうわけで、まさにその聖徳太子の私の想像するところの危惧が現実のものとなったんですけれども、でその後この都議の乱でですね、このちゃんと今度は対処できるようになところまではまで、この構想、コンセンサス構想が実ったということが明らかになって、その時にその速やかに、九州にいたその、その武士ないしはその、貴族で あってかつその武にも通じている人々ですね、そういう人たちが、速やかにその今の言葉で言ったら部隊を編成して、その何千名もの敵にと戦って、
の勝利を収めたと。そういう時にその烏合の衆が、きちんとその指揮命令系統を確立して、一つのこの統制の取れた集団として、行動をできなければいけないわけですけども、そのためには誰が誰に従うということが一目瞭然じゃなきゃいけないわけですよね。ところがその何ていうかな、その親分子分っていうか、その一家同等がどうのこうのっていう、そういうその世界じゃなくなってしまった世界で、兵祖はそれぞれの所領にこもっていて、そこでもってその山賊とか愛賊とかを相手にしてる、あるいはその隣の領主との、 その領域争いに対処するというようなことをやってた連中ですね、今度はその一緒になって力を合わせて外敵と戦わなきゃいけないという時に、位がはっきりしてれば、階級がはっきりしてればすぐその統制の取れた集団に、この変貌を遂げることができるわけで、それができたからこそ、富の流行に対して適切な対処ができたということになるんだと思うんです。で、その時にもっと大規模な形で検証する機会が訪れたのが元寇ですよね。で、元寇にはまさにその日蓮も深く関わっているわけで、これが後で、日蓮についても少しはお話ししますけれども、で、この時にまさにその相手の人中の肝心がですね、このモンゴル人じゃなくて、モンゴル人を知らないからね、昔の。で、肝心の方はちゃんとやっぱり秘書を通じて百寸の上の時の話も頭に入れて、その日本を攻めるわけですから、当然その昔 の, その 日本との戦なんてのは調べないわけはないんだけれども、で、だからその当時はその弱かったのに、なんでこんなに強いのよという、そういう感想を収しているのは、まさにその、いかにうまくいったかということの証拠であるわけです。で、ただしその時 彼がさに、書いてることの中にですね、その白寸抜きの上のところ時も、部隊としては弱かったんだけど、ここ その兵士や極めて勇敢で命をもろともせず戦ったというふうにも書いてあるんで、だから要はだからその、ちゃんとその、そういうその勇敢な日本人たちを、部隊として、統制が取れた形で使えるようにしていればいいわけですよね。で、さらに言えば、もう一つその、なんていうかな、その、何もなくても勇気はあるんだけれども、それに加えて、このよく使われる一生懸命っていう言葉がありますけれども、そういうその封建制、社会の中で、自分の領地をとにかくその死守するというこの気持ちをその武士は全員持っていたわけで、それがさらにその戦いにあたっての彼らの精神力の強さというものをのレベルを引き上げていたということも言えると思いますね。いろんな意味でだからその大成功を収めたということがここではっきりしたわけです。で、それでその、ずっと先の方に妹がそこを場所探すのは大変だからやめときますけども、ずっと先の方でそこで、もってだからその、
大きな日本にとっての岐路が生じたんですよね。つまり、白石元禄の頃までは日本は朝鮮半島にも足掛かりがあったし、またその少なくとも朝鮮半島の、この小王朝とも深い関係にあっただけども、その後、私の言う第一次縄文問答の元で、これもその鎖国に近いような状況になっていて、そうなると積極的にその、朝鮮半島大陸に関わる必要もないわけで、となるとその外敵さえその、撃退できればいいということになると、それはその、割と簡単だったわねっていうことになっちゃうことになります。そうすると、あの 何もなくてもすでにその世の中は物騒になっていて、鎌倉幕府も、私の言う人間主義的統治はやってるんだけども、その一方でその、この武士同士で殺しまくってるわけですよね。北条氏自身が成り上がりものですから、だからその常にその一位を脅かされているというような被害妄想的な意識でいたということだというふうに思いますけど、まあまあそのあたりはその、次回とか次次回あたりの、その日本通史のお話の中ですることになると思いますけれども、そのだからその、外敵に対する心配がない状況でこのまま行けばですね、どんどん国内 の治安が乱れていくというその予感が、少なくとも郷田天皇にはあったわけで、それでだから彼はその西田の言うことに耳を貸したんだというのが私の想像であるわけです。で、もうそれにその2度も原稿を食らって、しかもその不備来は3度目、もうやろうとしていったわけだ。それから4度目っていうか、だからその、先延ばしにしたその、3度目のやつをそのさらに数年後やろうとして、それも結局その断念するんですけれども、だからその再度その原稿がある可能性っていうのは否定できなかったんで、だからまあ既に堂々と日本は少なくとも朝鮮半島に撃って出るその大義名分もあったし、そもそもその撃って出ないとその恩賞も何もないの与えるその原資がないわけですから、土地が全然増えたわけでもないしね。だからその本当にその、北条氏当時 その特捜機が賢明であれば、その、少なくともその、朝鮮半島には出兵すべきだったんだけれども、それをやらなかったもんだから、結果的にその、北条氏の鎌倉幕府はそれでもって滅びちゃうわけだし、しかもその後日本はどんどんその戦乱の時代に入っていって、その我々の、NHK の大河ドラマ大好きな戦国時代に入っちゃうわけですよね。ですから、私の想像する郷田天皇の危惧通りの進行を日本史はその後することになるわけですけども、まさにその日蓮もそのことを見通していて、だからその、立正安国論を、書いたんだというのが私の今現在の新しい考えであるわけです。でその、日蓮についてその調べようと思った時に、これまた困ったのは、あ、ちょっとまあその前に言っておくと、その神道のところも かなり手を入れましたけどね、手入れた年度で時間がなくて、結局その要するに
その神道についての囲み記事の中の前半の部分に手を入れたんだけども、前半の部分はそもそも結論がそのわけがわからんという結論にしたんで、わけのわからない部分をに手を入れたところで、そのわけがわかるわけもないんで、ということにしておいていただきたいと思いますけど、犬としてわけがわからない前半部分になってますけども、味噌はその後半部分で、後半部分は結構いい線いってんじゃないかというふうに自分では自画自賛してますけれども、それはともかくとして、何の話をしてたっけ、その前は何をしようと、日蓮の話ですね。あ、そうそう、その神道、あ、そうそう、だから神道についても困ったわけですよ。その神道とは何ぞやっていうのはどこにも書いてないんですよね。って言って、いや、一見書いてあるんだけどもさ、その書いてるやつが分かってんのかやっていうのっていうような、神道論しかないんですよ。でどう考えてもこれまでの日本史の石学がですね、この本当にその真剣に神道と向き合ったとは思えないんですよね。で、まあそういうこともあり得ると思いますけどね。だからそこの私がちょっと書いたように、その空気にその存在だと、このなんか取り上げる気にもならないっていうか、いや、そもそも見えないしね、空気だから、だから非常にその取っかかりもないしっていうことはあるんだろうけれども、まあだから 神道とはまた違った意味で、日蓮についてもろくなものが少なくともその、ネットをちょっと当たった限りではないんですよね。で、なぜかっていうと、やっぱりそのなんていうかな、その私が最初にお話ししたような、その、わだかまりをそのみんな、多かれ少なかれ、日蓮に対して抱いているっていうか、創価会のプリズムを通じて見てるっていうところもあってですね。それからまたその石原莞爾がその日蓮宗かぶれだっていうことはかなり知られていて、石原莞爾はその人気もあるんだけども、まあ、要するにそのなんていうか指揮者と言われる人たちからは、まあ、相手にされてないというか、その評価されてない人物でもあるしね。で、だからそのいろんなことがあって、日蓮っていうのはきちんと研究されてないんでしょうけれども、とにかくそれでまた困っちゃって、で結局その私が一番その、使わせてもらったのは、いまだにだから衆生がわからない人なんで困っちゃうんだけれども、その人がこのしかもかなり面白おかしく書いてる、文章に最も寄らせていただいて、それで、私なりの日蓮論を、まあ、その書かせていただいたということになる。わけで、まあ、その人を言ってることによればっていうか、まさにその通りだと思うんだけども、石田言ってることが大部分が方便だってね、ということなんですよ。ただじゃあその全部その方便をその、こそぎ落として、じゃあ残るものはないかってことについて、その人は残念ながら言ってくれてないんですよね。そうするとその、残ったものは、だからそのさっき言ったその日本のその、その後の進路なんですよ。日本のその後は日本だから、日蓮はですね、その仏教なんて日本には何の意味もないと。で、だってそのみんな悟ってるじゃないかと。でその、確かにその仏師はその仏祖なことやってるだったし、その摂政もやってるから、だからその仏教でいう煩悩だってそれは生じるかもしれないんだけども、まあしかし 大したことないねと。で、それは私が書いたように、じゃあ日蓮がそこのところをどうその整理したのかっていうところまではわからないんだけども、とにかく日蓮の目から見るとですね、その私は聖徳太子はかなりそのそこを心配したと思うんだけれども、縄文的弥生人 その縄文性の回復維持をあまり重視しなかったということですね、日蓮は。だからそうだとするとですね、もうその日本の国内における仏教の役割ってのは全然ないんだから、だからその日本でその仏教ないしは仏教的なその
なんていうか予想のもとに何かを唱えるとすればですね、それは全くその、新しい仏教ということにならざるを得ないと。で、じゃあそのしかしその、全くその宗教そのという衣、仏教という衣そのものをその完全に旗印っていうのかな、もう しちゃうかっていうと、そこまでやんなかった。だってそれも大方便なわけですけどね、時点って。だから日蓮はその鎌倉から幕府を釈伏して海外に人間主義を広めさせようとしたんだというのが私の今の結論です。で、後田天皇も同じことを考えていた。だからその鎌倉の幕府が受け取らなかった、感情をですね、感情の観点どういう意味だったか、まあ、とにかくそれをその天皇の方は受け取ったわけですよ。でしかもその、絶賛してるわけですよね。だから法華経を読んだったらその、あなたが本拠地にしているところにそれをその、求めに行きますよっていうことはこれ以上の褒め言葉はないわけで、あなたこそ仏教の何たらこう一番よく理解しておられるというふうに、後田天皇が日蓮を評価したということだと思うんですね。でそれでその始まる前に話題に出てましたけども、それで秀吉がやったことはまさにそうだろうと。でそういうその上で見ていくとその秀吉はにあの日蓮宗をかなりその詳しく知っていないはずがないっていうことに気づいたんですよね。だって両親が同じそのお姉さんが日蓮宗の信者だったわけだから当然あの地方の何弁だったか忘れたけども、今まで言うと名古屋弁で、姉ちゃんともしょっちゅうそういう話してたはずなんですよね。若い頃からそれからその太鼓になってからだってずっとそのもちろんその付き合ってたわけだし、だからその、秀吉もやはりその天才であることは間違いないんだからそれはその少なくともその宮沢賢治ぐらいにはですねその日蓮、さらにその法華経っていうものはその核心部分を理解する能力はあったはずなんですね。だから彼はそういうことで朝鮮の役を開始したというふうに私は今は考えています。というかそういうふうに考えて、その極めてだからその異常なわけですよね。だからその要するに暴力したっていうことがその最もよく言われてた話なんだけどもさ、そうではないでしょうと。だってその、朝鮮出兵以外のいろんなあの話でそれほど別にその、猛力してどうのこうのっていうそのことはないですからね。だからその 朝鮮出兵に関してだけ猛力してたっていう話になるんだけどそんなことはありえないわけで。で、しかもその しかも時の何言ってんのだっけその時は、出てこなくなっちゃったな、ね、何言ってんですかって大木町大木町だっけ秀吉の頃そうです天皇御用税天皇御用税天皇がだから天皇があんなにそのはっきりその、言うっていうのはその相当のことですよね。でしかもその全面的にそのおんぶに抱っこの相手でしかもその年齢はその全然上のね太鼓にああいうその
書簡を送るっていうのは、まあ、相当の決意で送ったんだと思うんだけども、でもその、それでもってその秀吉は全然あの心を重ねてる気配はないですよね。でということはそのよほどの信念があったんですけども、それは彼の信念はどこから来てるかっていったら、まあ、そういうその、なんか他の要素を考えなければどうしようもないっていうふうに私は思います。で結局だからその島津成明が日蓮宗に入信したっていうのは、でそういうその背景のことで考えれば僕はそのもう当たり前のことに なって、しまうわけ でしてね。でそのさっきもちょっと言いましたけど、今回あの、改めて感じたのはさ、その、感じたのは薩摩藩っていうのは、実にへんてこりんな藩だって、そのすごいって言えばすごいわけだし、いやそのより頼みを進んだっていうことも、私はその今回いろいろ調べた時に、その出っ壊すまでは知らなかったですね。でそうだから そういうことがなければ、だってそんなその、島津重秀が、頼朝の墓なんか作るわけないので、ちょうどそのこの思い起こされるのは藤原氏ですよね。藤原氏が実は鑑別その、してあるということは申し上げたわけだけれども、しかもそういう認識はその、藤原氏自体だけじゃなくて、その一般的にその常識化されてたというふうに思わないといろいろその説明できないわけですけれども、まさにそのだからその、島津家についても同じことが言えるわけで、頼朝自身がその源氏の嫡流で、当然だからその、この、清和天皇につながるわけだけれども、そのだからその、子孫で要するに男系でその生き残ったのは島津家だけだった、っていうことになりそうですよね。だからそのもう何重にもその島津家っていうのは、その異常な自負心に、その抱き続けて、その幕末に至っていたということになるわけで、でそんなその島津家をだからその家康が潰さなかったっていうのは、だからそのなんていうかな、その、実にその何を考えてたんだっていうぐらいの話なんですけども、だから逆に言うとその家康だってそこはそのだからその、相当の敬意を抱いてたから潰せなかったっていうことなんですかね。でその薩摩藩の特異性のもう一つ大きな部分は、それも今回書いたんですけども、要するにその人口の 30% が武士だった、だったっけな、まあ、とにかくだからその、むちゃくちゃに異常にその武士が、をたくさん抱えてたわけですよね。だからそのあまり余っちゃったからその、その南西戦争まで起こしちゃったわけだけど、それもだから何と言いますかね、その、要するに豪士的な存在ではあるんだけれども、いわゆる豪士っていうのはその、この国替えになって、それでその要するにそのなんていうかな、その、この、主君の家がそのお取り潰しになって、その新しい主君が乗り込んできた時に、その元のそこにいたその侍たちが浪人になるのが普通だったんだけども、それをその豪士として、とにかくその若干のだから名誉を与えて、そのままその
とどめる大名ととどめない大名とがいたっていうのは普通その豪氏の出現理由なんだけども、島津 に関してはその薩摩にずっとそのいるわけですからね、少なくともその元寇当時から薩摩にいるわけでにもかかわらずね、そのそれだけたくさんその武士を抱え続けたっていうのはもちろんその九州の中でその他のその大名の領地を分取ってるから、そういうその連中も抱え込んだっていう部分もそれはあるんだろうけれども、しかしそのその何て言うかな、その私の言っている聖徳太子コンセンサス桓武天皇構想に忠実にだからその幕末まで生きたという風にも考えられるし、またそういう風にしても考えないと完全な説明がつかないんじゃないかというふうに思いますね。というかだからその、この まさにその、その封建制を維持することによってその武士っていうのはだから武士足りうるっていうのかな、そういう信念のもとでそういうふうにその藩政運営をやってきたというふうに考えられるわけです。ということでこの辺で。